こんにちは、のりたろうです。本日はプレミアムレアコイン第4弾ということで、今回もかなり渋めなんですが、コインコレクターが見ればよだれが出るであろう1枚をご紹介します。今回ご紹介するコインは、1848年グレートブリテンゴッドレスフローリン市中価プルーフ64カメオトップポップ2枚のうちの1枚ということで、このコインを紹介するにはまずゴッドレスフローリンから説明する必要があるかと思いますが、ゴッドレスフローリン銀貨というのはイギリスで最初に発行され流通した1849年名の2シリングに相当する銀貨の名称になります。つまり今回ご紹介する1848年の市中価というのはその前年に試作されたコインということになります。そしてさらにこの銀貨にはイギリスのコインに決まって刻印されていたデイグラツィア、神の恩寵によるという刻印が欠如しており、そのためゴッドレスフローリン、神なきフローリンと呼ばれるようになったコインになります。この1849年に流通したゴッドレスフローリン銀貨自体は発行枚数が41万4000枚とかなり多いんですが、今回のこの市中価は鑑定枚数が4枚しか存在せず、それだけ希少なんですが、さらにこちらはその中でも最高鑑定トップポップの2枚のうちの1枚ということで、かなり希少性が高いことはお分かりいただけましたでしょうか。そしてデザインはもちろんゴチッククラウンのデザインと同じデザインになりますので、天才彫刻家のウィリアム・ワイオンによるもので、これもまた非常に高い加点ポイントなんですが、さらにさらにこの市中価というものは作者がデザインをこう考えに考え抜いた、苦心の末に生み出したものでありまして、作者の魂が直にこもっているものであり、もちろん作者であるウィリアム・ワイオン自体が直にこう手に触れている可能性が非常に高いものであり、さらにこの市中価のデザインを最終的に確認するのはやはりビクトリア女王本人になるので、ビクトリア女王が直に触って見ている可能性もあると、その可能性が非常に高いコインになります。この違いがお分かりいただけますでしょうか。1849年の流通したゴッドレスフローリン銀貨はもちろんウィリアム・ワイオンやビクトリア女王が触れた確率っていうのはほぼゼロに等しいものになりますが、この1848年の市中価っていうのはその両者が直に触れた可能性が極めて高いコインになります。市中価のことをパターンと言いますが、このパターンコインっていうのは見た目の彫りの見事さもさることながら、やはり魂のこもり方っていうのが全く違う代物になります。ということで今回のプレミアムレアコインはいかがだったでしょうか。私のアンティークコインコンシェルジュサービスではこのようなプレミアムなレアコインを取り寄せてご提供させていただきますので、コインのことがよくわからないという方から、コインはよく知ってるけどとにかく良いコインが欲しいという方まで、ご利用いただきやすいサービスとなっておりますので、ぜひご活用ください。ということでもう一つ告知なんですが、私9月の23からしばらくタイで仕事をするようになるんですが、それもちょっとお楽しみくださいということなんですが、その直前なんですが9月の18から20日の間に品川プリンスホテルでご希望者に私のショップで掲載していないプレミアムでレア、今回みたいなプレミアムでレアな金貨ですね、金貨の方を10枚から十数枚、集めまして、直接ご覧になってその場で買える、少人数型の展示即売会というのを実施したいと思います。今回は展示即売会なので、参加費は無料にしたいと思います。で価格帯は100万円から600万円、700万円ぐらいまでのものになりまして、全て100年以上前のアンティークコインで、主にイギリスの金貨になりまして、どれも高グレードのものでトップポップのものであり、
まあ、ハンマーコインなんかもありますので、まあ、お時間のある方はぜひ見に来られるだけでも良いので、ぜひ参加してみてください。まあ、もちろんその場で現金で買うこともできますので、まあ、現金で持っているのもあれだなという方は、現金をお持ちになっても大丈夫です。まあ、こちらはセキュリティの関係もありますので、応募の際にお名前、お電話番号、まあ、簡単な住所をいただいた上で、まあ、こちらで抽選させていただいた上でのご案内となるかと思います。もう一度開催日を申し上げますと、9月18、19、20の3日間、13時半から18時半の間で、場所は品川プリンスホテルになります。で、18時半からは、まあ、連日品川近辺で懇談会を実施しておりますので、まあ、懇談会のみの参加なんかも大歓迎です。また、コイン以外でも法人設立とか、まあ、遺産相続の相談なんかもお受けいたしますので、まあ、ご応募の際にそちらも合わせてご指示くだされば、対応したいと思います。まあ、詳しくは概要欄に書いてありますので、そちらをご覧くださいということで、今回のお話は以上になります。最後までご視聴くださいまして、ありがとうございました。いつも動画をご視聴くださっている皆様、本当にいつもありがとうございます。それじゃあ最後、皆様一緒に、レッツ、コイン。見えるかな？これも、パターン、コインになります。ご視聴ありがとうございました。